はい、あー、こんにちは。今日はあれですか、はい、バスフィッシングですか。今日バス釣りですね、本当に。そんなこんなでね、はい、はい、今日はちょっとね、今日はまあ、去年ですかね、去年一回来たところにもう一回来たんですよ。前回は僕ちょっと怖くて入れなかったんですけど、今日はちょっと行ってみようかなと。どこにですか、はい、キューピーの館です。出ました、はい、キューピースーピーではないんですけどね、はい、スーピーの、ね、キューピーの館ね、ちょっと前回入れなかったんでね、はい、今回はちゃんともっと見てみたいなと思います。去年と比べてね、どんな感じになるのかちょっと見てみたいなと。はい、はい、じゃあ早速行ってみましょう、はい。なんか早速なんか入り口になんか通せもみたいなのがあるんじゃないかなっていう、ちょっとなんか嫌な予感がしますね。前行った時はね、なんかあの道端にキューピーとか置いてあったりもしたんですけど、もうなくなってるし、これ気をつけてくださいね、はい、ガチ流れてるみたいです。イノシシね、よくなんか YouTube でもあるんですけどね、なんかこの鹿がこれに当たった瞬間すごい鳴き声をするとか、そんな YouTube もあるんですけど、あれ看板じゃないですか。違うんですか。本番なんですけど、当然もいいやなってないんでね。なんて書いてあります。臨時駐車場200円でございますね。じゃあ気にせず進んでいきましょうか。はい、まあ、今このシーズンが一番登りやすいのかな、うん、だと思うんですね。うん、なんかさっきは虫がよく全然違うんですよ。ほんま、スーちゃん虫嫌いっすよね。虫嫌いです。お化けよりも嫌いです。でももうすぐそこで出しよう、意外と近いです。キューピーの館ね、キューピーの館まもなくですね。はい、行ってみたいと思います。やっぱ気持ち悪い、気味が悪いな、うん、すごい気味、昼間で気味がこんだけ悪いの。俺は行くぞって言われたんですけどね。意外と来たらちょっと止まりますよね。引けるなこれ、色がなんか怖い、見ましょうか、ね、はい、すごいな。あ、でもなんかちょっと掃除されてんのかな、これ前より掃除されてるの、これすごいわ。でもこれがキューピーの館ですね。本当にいっぱいあるのね、数が、うん、はい、キューピーの館ね、はい、突撃で突撃なんですけどね、突撃で、あ、これより奥ですか、ね、ここが、はい、こっちはね、特にもうキューピーは置かれてはないってことなんですけどね。なるほど、気持ち悪いな、横に抜けないですよ、大丈夫ですかね。うん、やっ、うん、うわぁ、狐のあれかって狐の置物が、ね、なんか縁起悪いんじゃないですか、しげるさん。はい、突撃キューピーの館ですね。もうちょっと後ろ行ってさ、あ、もうちょっと後ろで、はい、こんな感じで大丈夫ですね、はい、スピンダスウィズキューピーですね、はい、どんな感じですかね。どうでした。いや、ね、奥は薄気味悪いですね、やっぱ気持ちがちょっと悪いかなと。しかもちょっとなんかこう影になってくると怖いんですね。この人形も一番怖いですけどね、首吊られたみたいな、ね、うん、まあキューピーだけではないってことも分かるんですね、うん、でもいろんな人形がね置かれてる、はい、これ元は何だったんですかね。水子の霊、水子の霊を蹴るってめちゃめちゃ危ないじゃないですかこれね、本当に危ないんで、皆さんもう良いから皆さんは真似しないようにね、この映像だけで楽しんでください。はい、キューピーの館でした。ありがとうございます。はい。まだ実は続いてたんです。あそこに鳥居がある。鳥居があるんですよ、先にね。水子の供養するところからの鳥居。鳥居ですからね。向きが違いますからね。なんだこれは。あ、びっくりした。有感新聞です。こうはでも、もうこれ以上奥には入れなさそうな感じではあるんですね。なんていうのかわからんのけど、三光天皇三道山に崩れに相修復困難なため、縁故の深い一乗寺
の御の境内にみたいな参拝できないという、そういうことですね。御神と各位これ登るとだって結構相当な、そうですね。いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。